それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。シーキングザダイヤ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシーキングザダイヤ花に立ちます。その後ろからはボディーガード、この馬も上がっていく構えです。さらにはエイシンバーリー、5番フラワーパーク、その後ろファストフレンド、それに続きます。前はシーキングザダイヤ、フラワーパーク、ほとんど差がありません。エイシンバーリー3番手、ケイアイノーテック、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭は待機シャトル、差を広げにかかります。残り 200m、 待機シャトル余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はフラワーパーク、先頭は待機シャトル、1着でゴールイン。待機シャトル1着、2着はフラワーパーク、勝ったのは待機シャトル、このレースを制したのは待機シャトル。